イケメン感が許せないんだ、はい、嫌いなのは嫌いなバンドなんか山ほどいますよ、そんなの。そんなね、だって見てる人の中に好きな人いるかもしれないでしょ。その人はかわいそうじゃんね、うん、世界の終わりとかそれでなんかね、うん、出しちゃったらね、うん、嫌いだけども、大嫌いだけども、わ、うん、かるわかる、うん、なんと、まあ、などね、うん、やっぱダメです、そういうのはやめます、いいんだよそんなの。そうか、などでもね、かまってちゃうの、嫌いなの、好きっていう人がいるよ、嫌いなの、世界の終わり大嫌いなの、ありがたいこと、大嫌いだよ、世界の終わり大嫌いだよ、好きな要素が1ミリもない、1ミリもない、好きになる要素がもう本当にない。どうしたらいい、これはもう好きになる要素なし。キーボードの女の人、綺麗じゃないですか、うん、あの人と一発やれるかやれないかっていう話になったら、やるやらない、やんないよ、やんないのか、ロリコンなのか。もうね、だからこういう話をやると角が立つんですよ、こういう感じでね、ほら、あーとかね、綺麗だけどメンヘラだよ、ね、だから本当にしません、こういう話は。しませんな、うん、しません、嘘つくな、確かにな、ね、やめましょうね。いいぞじゃないよ、いいぞじゃないよ、もう本当に言っちゃったけど。嘘つくなよ、嘘って何が、あ、さっきのやるやらないの話、やりませんよ。最近好きなバンド、なんか最近なんかいいバンドいないの、あれ逆に聞きたい。そうだね、逆に聞きたい、うちらよく分かってない最近のバンド、てめえ、俺世界の終わり武道館行くぞ、こら、あ、行ってらっしゃい、さぞかし楽しいんだろうね、すごいんじゃないですか、なんか DJ のあの人がマスク脱いだりとか、そんなことしちゃう、武道館だけに、武道館だからそんぐらいやるんじゃないですか、バンド自体少ないからね、そうね、たま聞けて、最近のバンドじゃないじゃないですか、全然最近のバンドの話をしましょう、マルモミーシャイ、マルモミーシャイ、知らないな、むしろ好きなバンドいるのか、そんなの山ほどいますよね、サカナクション、サカナクションはライブすごいよ、すごいよかった、新生かまってちゃんってバンドなかなかいいよ、いやでも俺あれ嫌い、嫌い、うん、なんか嫌い、マルモいい、え、ちょっと調べとく、マルモで出てくる、ググれば出てくる、嘘つきバービー、気持ち悪いんだ、嘘つきバービーさん対バンしたことあるじゃないですか、あなた、本当に、本当ですよ、本当に、おっと、うちのメンバーは本当に対バン相手とか覚えないですね、のこさんとかも、モノくんだけど、ってドラマのやつだよ、マルモ、わかんないよ、ドラマとか見ないから、ドラムのやつがうざいよね、新生になったら、そうそうそう、あれうざいんだよね、あー確かに、でしゃばりすぎだよ、仙台貨物とか帰れって言われてる、ももクロがバンドじゃないじゃん、でも言ったら、ももクロは好きだよ、すごい好きだけど、うん、好きだけど、うん、バンドじゃないじゃん、ごま塩なんとか、世田谷ボーイ、宿川ボーイズ、人に興味がないんだな、そういう問題じゃない、そういう問題じゃない、あ、ベースのひげメガネもうざいよね、そうそう、あのバンドね、あ、だから嫌い、すげえ、ね、すげえ嫌い、あら、こういうベースがクソだけどいいよとかね、ももクロモノクロブリリアントグリーン、ブリリアントグリーン、俺休止する前すげえ好きだったんだけどね、休止する直前のアルバムとかすげえいいと思うんだけど、なんか復活してから微妙だったね、あっていうだ、やめよう、バンドの話、なんかやめよう、なんかこうつい口に出るからやめよう、やめよう、素直みんな9ミリマジ無理とかリアルだ、清春歌ってください、歌ってください、今度島ひれも最近じゃない、むしろ解散したよ、好きなバンド以外ディスロー、好きなバンド以外ディスる、なるほど、千葉銀散歩配信はね、下行っちゃしたいんだけど、この建物から出るとね、速攻で落ちるんだわ、ベンちゃん、ね、延長するん、あ、延長しよう、完全に忘れていた、ありがとう、ごめんな、やべえやべえ、あと16秒、やべえやべえ、急げ急げ、てい、急ぐ銀、てい、ラット好きなやつに6のやつに、あ、また、いやでも、ね、ラットが好きな人で好きな人いるじゃん、延長したよ、大丈夫、急いだ急いだ、急ぎん、
急ぎ、急ぎみたいな。